紬は東京の部屋で音楽への思いについて考える。川口春奈が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場、サイレント、午後10時の第9話が8日に放送される。第8話では、プリンの手話、や、親の真心、などがツイッターのトレンドに入り、心温まる回として話題を呼んだ。オリジナルかつ当て書きで作られた本作は、川口演じる主人公の青葉紬がかつて本気で愛した恋人である目黒蓮、スノーマン演じる桜草と、8年後に音のない世界で出会い直す、という、切なくも温かいラブストーリーだ。久しぶりに実家に帰った思は、空になった CD ラックを見て、大学にサッカー推薦で入ったものの、耳が聞こえにくくなったことで部活を辞めてしまったことや、紬に別れを告げると決めた日、母、律子、篠原涼子に友達には病気のことを隠してしてくれと伝えたこと、そして大好きな音楽から自分を遠ざけてきた過去を思い出す。一方の紬は、東京の部屋で CD を整理しながら音楽への思いについて考えていた。ある用事のために実家へ戻っていた戸川湊と鈴鹿浩志は、偶然にも同じタイミングで荘も実家に帰っていることを知り、会いに行くことにする。